1917年11月14日誕生。かなり貧しい家で育ち、ビタミン A 不足で夜盲症になる。日本名高木正夫で日本の学校で学んだ。若い頃は昭和維新の思想に浸水。昭和維新とは、明治維新に戻ろうとする運動。政治の腐敗や世界恐慌の不安から天皇中心の政治に戻す運動。そこから 5.15 事件、2.26 事件へつながる。1961年、軍事クーデターにより実権を握る。国家再建最高会議、議長に就任。1963年、大統領に就任。1965年、ベトナム戦争に参戦。同年、日韓基本条約を締結した。日本と国交を開く。1970年代に急速な経済成長を遂げる。特に IT、通信部門の発展。1971年憲法改正。独裁体制が整う。民主化運動が起きるが、弾圧。1979年、暗殺され、帰らぬ人となりました。彼は誰？